SF パノラマカード SF パノラマカードは名古屋鉄道が発行していた時期記録式の乗車カードストアードフェアカードであるここではその前身といえる名鉄バスカードについても述べる1990年4月1日より名鉄が発行していたプリペイドカードパノラマカードパノラマプラスカードが2002年5月31日限りで発行終了し その後改めて、これらに代わるものとして発行を開始したストアードフェアカード。最初は2003年3月27日に名古屋市営地下鉄上飯田線と相互直通運転を開始した小牧線に導入され、駅集中管理システムと共に2007年度末までに全線への普及を目指して整備中だったが、2008年6月29日の西尾線。 福地キラ吉田館と南桜井、竹花線や内津の各駅への導入をもって終了した。名鉄をはじめ、愛知高速交通、リニモと名鉄バスの2社でも同じく SF パノラマカードとして発売された。ただし、愛知高速交通で発売分の図柄は名古屋鉄道と名鉄バスで発売されているものと異なる独自のものであった。また、 名鉄で発売されるものは、正月や名鉄主催のイベントなどに合わせて、限定の図柄が発売されることがたびたびあった。名古屋鉄道のほか、名鉄バス、名鉄東部交通を含む、名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、愛知高速交通で、共通仕様が可能なストアードフェアシステム、トランパスに対応していた。IC カード乗車券マナコ導入により、 2011年2月10日に販売を終了し、翌年の2012年2月29日で利用終了となった。発売開始から長くて9年で使用が停止されたことになる。1000円券、利用額1000円2000円券、同2200円3000円券、同3300円5000円券、同5600円の4種類があった。トランパスを導入している駅の自動券売機か、 窓口で購入することができた。なお、無人駅でも購入することができたが、逆に、未導入駅では、主要駅であっても購入することができなかった。名鉄バスも、同社のバスカードとして導入した。基本的に同社のみのバスカードだが、当初から共通乗車制度があるが、蒸気同様 IC カードマナコ導入により、2011年2月10日に、販売終了。 2012年2月29日に利用を終了した。当初は普通バスカードが1000円券、利用額1050円2000円券、同2200円3000円券、同3350円5000円券、同5750円、昼間割引バスカードが1000円券、利用額1150円2000円券、同2600円3000円券、同3950円5000円券、 同6750円の各4種類でそれぞれ発売していた。その後、トランパス導入時に普通バスカードの1000円券と2000円券が一部を除き発売終了となり SF パノラマカードに移行している。また、昼間割引バスカードは2000円券、利用額2800円の1種類のみの発売となっている。当初から名古屋市交通局の機関バスにも乗車可能だった。 その後、岐阜バスグループ、岐阜市営バス、現在は、岐阜バスへ以上、名古屋街道営バス街道営バス志田未線、ゆとりと、ランにも乗車可能エリアを拡大した。基幹バスでの共通乗車範囲は、名鉄バスが、本地ヶ原線名鉄バスセンター三軒夜間、名古屋市営バスが、基幹二号系統と名古屋駅、栄江引山、いのし高車庫間で、名鉄バスが並走しない、 自由が丘方面へも乗車可能だった。なお、名鉄バス全体でのバスカード導入以前から、機関バスに限り SF パノラマカードの前身である、パノラマカードパノラマプラスカード、ユリかとその前身のリリーカードが共通利用可能だった。その後、トランパス導入時に共通乗車が一旦すべて廃止され、名古屋市交通局担当の機関バスでは、従来の 本カードの利用が停止された。なお、名鉄バス担当の機関バスでは、今まで通り本カードが使用できる。ギフバスやギフシエバスとの共通乗車は、ギフ地区でバスカード導入時に従来から存在していた共通回数券を置き換える形で導入された。本カードは、ギフバス、ギフシエバスともにバスカードが使える全線で、使用可能だったが、ギフバス及び、 岐阜市営バスが発行していたバスカードは愛知県内の名鉄バスでは使えず岐阜地区の同社線のみ使用可能だった。名鉄バスの岐阜地区撤退後も本カードは岐阜バスで使用できた。また岐阜市営バスでは最終日まで使用できた。なお、2007年3月31日をもって岐阜バスグループ、岐阜バス、岐阜バスコミュニティ、岐阜バスコミュニティ8万による バスカードの販売を終了し、IC カード赤に移行した。なお、同グループでは、翌2008年3月31日をもって、バスカードの使用が停止され、払い戻しは2008年9月をもって終了した。ゆとりとラインについても、名鉄バスが撤退したため、2009年9月30日をもって普通カードは利用できなくなった。本カードは、従来1000円券。 利用額1,150円2,000円券、同2,600円3,000円券、同3,950円5,000円券、同6,750円の4種類の昼間割引バスカードが発売されていた。トランパス導入時に名古屋市交通局発行の昼間割引バスカードであるユリカ2,800との共通利用制度が始まると、共にこれら4種類のバスカードの発行を停止し、 名古屋市交通局と金額を揃えた2000円券、利用額2800円の一種類のみに統一した。従来の昼間割引バスカードを置き換える形になったため、名鉄バス、名古屋市 A バス全線のほか、ゆとりとラインにも使用可能。名古屋市交通局では、ゆりか2800、子供用のゆりか1400が発売されており、名鉄バス全線で使用が可能である。 また、名古屋市交通局発行の子供と区割ゆりか、ゆりか1100も、名鉄バスで、使用能である、当カードは、地下鉄も、使用可能だが、名鉄線には使用できない。名鉄は、JR グループにおける、オレンジカードと、類似した、プリペイドカードとして1988年に、パノラマカードを導入していた、プレミアのあるカードは、パノラマプラスカード。しかし、 後継の SF パノラマカードの導入を理由にこのパノラマカードを無予告で突然に販売停止した。また、発売後も従来同カードが利用可能だった駅においても利用不可能とし対象区間内の駅に限定している。このため従来パノラマカードが利用可能だった駅の利用者にとっては同カード廃止により不便、不利益あったはずのプレミア分となったまま一切。 改善されいないままである2008年6月現在。これはシステム移行の方法としては類似例を見つけるのが難しい非常に珍しい方法。無予告、並行期間なし、全身停止後最適用までの期間が5年を超過あり、利用者の利便性の考慮が十分ではない。また、SF パノラマカードの導入とこ巻線の名古屋市営地下鉄上飯田線への相互乗り入れ開始。 SF パノラマカード開始日に合わせて、小牧線、瀬戸線間通算処置の廃止が行われているが、これも、事前の周知はごくわずかで、料金の変更を伴うのに対して案内が、十分とは言い難い状況だった。なお、パノラマカードとパノラマプラスカードは2008年3月31日を、もって、使用停止、2011年2月28日をもって、払い戻しを終了したため、 これ以降は払い戻しを含めて全て無効である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。